はい、みつよチャンネル、京都のみつよベータです。今日はね、カンドラ特集第22弾ということでね、最近見たカンドラをザクッと紹介していく回なんですけれどもね、今日ね、これいつもと帽子が違うんですけども、あのヤクルトスワローズのね、ピンクのキャップをかぶってますね。そしてこのヤクルトはこのマスコットキャラのね、つば九郎ちゃんをね、抱っこしてますけど、この可愛いですよね。実はね、私あの小学校1年生ぐらいから、大学生ぐらいまでかな、ずっとヤクルトスワローズのファンで応援してました。で、まあその後はそうでもなくって、まああの試合結果だけね、チラチラ気にする程度というのが、まあ2、30年続いたんですけど、今シーズンからですね、本格的にまた応援するようになりました。ファン復活です。ほんでね、早速来月なんですけど、7月にですね、東京の神宮球場に行ってきますね。広島戦やったかな。もうホテルも予約しまして、もうやる気満々なんですねまあ3年ぶりぐらいの東京なんで、まあもちろんカンドラファンとしてはね、当然新大久保に行ってきますね。前あの ロケ編で鶴橋編やりましたけれども、今回ね、大久保のコリアンタウン、タウン編やりたいと思いますね。まあ、ほんまに東京行き楽しみにしてます。まあ、ちょっとね、前置きが長くなってしまいました。本編に移りたいと思います。それでは、始まり。最近見たカンドラっちゅうことなんですけども、だいぶね間が空いたんで、まあ、どの辺から行こうかな。あ、そうですよ、あの見よう見ようと思ってね、ずっともう先延ばしになってた応答せよシリーズですね、いつか見なあかんとずっと思ってたんで、これをね、3作品とも完走しました。見た順番は、まあ制作順ですね、1997から94で、ほんでからまあ1988ですね。97ね、これ大好きなね、ソ・イングクさんが出ているやつで、なかなかよくあって、それから94ですね、あのスレキ・オッパーで有名な94、まあ、韓国語を、ね、ご存知の方ならスレギとか聞いたらね、おいおいってなりますけれども、前かでね、パク・ボゴムさんが出てる1988ですね。まあ、こういう順番で見ました。で、結論から言いますと、そうですね、好きな順番なんで、どれが一番好きかって言ったらね、1994かな、94、それから88で97っていう感じ、そういう順番ですね。で、まあ、割とコアなファンの間では何でしょう、どれでしょうね、まあ、人情ものとしてその側面もある1988ね、恋のスケッチを押す人割と見かけるんですけども、個人的には94かな。うん、まあ、愛するね、キム・ソン・ギュンさんね、出てます。大学生役で出てるんですよ。これがほんまに最高ですね。あいごーって、ね、もういきなりか。はい、前作通して、あと、迷惑やけの、ほらって、ね、ソン・ドー・イングさんが出る、ね、これも最高に推しポイントなんですけども、で、まあ、これから見ようという方は、どうやろうな、まあ、ぜひ制作順に見た方がいいかなと思いますね。まあ、その方がね、カメオ出演とか楽しいですかね、圧倒的にね。はい、ということでね、次に見たのが、タイムズ、未来からの SOS ですね。これ新しめの2021年作品です。まあ、これスタジオドラゴン作品ですね。ハズレなし。まあ、そんなことないかな。まあ、いいか。はい、この作品はいわゆるね、あのシグナルなんかに近い、そういう設定のタイムワープものなんですね。現在と過去が、これは携帯、スマホ、携帯でね、つながるというもので、あの政治絡みのね、さまざまな事件をそれで解決していくというのもこうサスペンスなんですけども、まあ、とにかくね、もう過去をちょっと変えることで未来がこうどんどん変わってきますのでね、まあ、その変化が面白いというか、まあ、それついていくのがある意味大変なんですけどもね、まあまあでも面白いサスペンスだと思いますね。で、まあ、いずれね、メジャーどころでの配信されるようになったら、まあ、ぜひぜひチェックしてみてください。で、その次何見たかな。あ、そうそう、ザ・ロード1の悲劇とね、ミスティ愛の真実ですかね、これをね並行して見てしまったのが大失敗なんでやねん。実はね、これ2作品とも主役がチジニさんなんですね。で、あのチャングムの力でね、一気にメジャーになったチジニさんで、実はね、チジニさん、私と誕生日をね、もうどうでもいいっちゅうですよ、ね、もとい、ほんでね、そのチジニさんの役柄もね、この雰囲気もこの2つの作品結構似てるんですよね。それをね、同時進行で見たもんですから、なんかもう途中から混乱してきて集中力切れましたどちらもね、サスペンス系で好きなはずなんですけど、あんまり覚えてないですね、これいや、まあたまたまね、チジニさんかぶりのこれ偶然なんですけどもね、まあ、ほんまにもう誕生日同じようにもうええっちゅうね。はい、その次はね、あれです、あの問題作なんで、それまだ言ってへんちゅうね、あ、もういいか。結婚作詞離婚作曲シリーズね、シーズン1から3までってね、もう見られた方はあーってなってますよね。まあ、一言で言うと不倫ものなんですけれども、まあシーズン1はね、まだちゃんとした不倫、ちゃんとした不倫ってないです、まあ、あの3組の夫婦がね、いまして、不倫に至るまでそれぞれのね、家庭を、まあ、丁寧に描いた、まあ、作品なんですけども、でシーズン2あたりでちょっとなんかおかしな展開になってきてはね、もう何でもありになってきて、で、まあ、最終はラストシーンで、なんでやねんこれ
とんでもないことになります。なんでみたいな。ほんでシーズン3みたいなね、もうシーズン3がねもっと何でもありになってきて、ほんでラストで俺わお、これ以上秘密だね。ぜひぜひご覧になってお確かめください。いやでもね、やっぱり3つのシーズン一気に見てなかなか大変ですよね、まあ覚悟はいりますけれどもね。ほんでね、見るのが大変ちゅうたら、あなた次もっと大変なんですよ。次に見たのが刺激のね気候号なんですけどもね、これね私の愛するハジボンさんがね主演で、本当にね非常に人気のある有名な作品なんですけども、ほんでね何が大変かちゅうたら、まあ、全部でね51話もあるんですよね。言うてもね刺激時代劇ファンからしたらそんなもん50話なんて短い方じゃとか言われそうなんですけどね。まあまあでも普段16話ぐらいのねものを中心に見てる私にとっても50話って結構長いですよね。 でもまあやっぱりね噂通りに気候号、これ面白かったですね。やっぱ刺激はいいですよね。まあもともとね最初にハマったカンドラがチャングムの誓いという刺激時代劇系なんで、まあこの良さはねしっかりというか、まあ、十分分かっていたわけなんですけどね。ほんでね、その後ね調子に乗って刺激連チャンで次根の深い息六流が飛ぶを見ましたね、まあ、この2作品は同じ制作人ですし内容にもつながりがありますからね、まあ、連チャンで見るというのはまあよくある定番なんですけども、あの制作順はね根の深いが先で、ほんで次六流なんですけども、時代順では逆なんですね。六流が先で根の深いで、ですからまあどっち先見た方がええねんっていうのはね結構悩むんですけども、まあもちろんどちらの意見もあるんですけども、個人的には制作順ね、つまり根の深いから六流の順番、これで見た方がいいのかなとはまあ思いますけど、まあもちろんね逆でもいいとは思うんですね全然。はい、ほんでまあ六流がねこれまたね長くて50話あるんですけどもかなり良かったですねこれ、アクションも最高ですしね。ただまあなかなかねヘビーですし、もう覚悟を見てこう気合い入れてね、見てほしいと思いますね。本当にね面白いです、最高です。はい、ほんでね次に見たのがねワンザウォーマンってやつですね。あの熱血司祭でねいいキャラ演じてくれたイーハニさん主演のアクションコメディなんですけども、いやまああの熱血司祭の時とねイーハニさんのキャラが被っていて、これもかなり良かったですね。まあ、喧嘩がめっちゃ強いっていうのね、そういう点はちょっと違いますけれども、あほんでねこの作品あの熱血司祭パロディが出てくるんですよね。もう熱血司祭ファンの方、まあ、いずれねこれメジャーどころの配信が始まったらまたぜひご覧くださいね。キムラムギルさんが出るのかな、出ないのかな、まあ何言ってんの。で次はねグリーンマザーズクラブ見たんですね。まあ話題になってた最近のネットフリ作品なんですけども、この作品はまあ小学生を持つ母親たちのドロドロしたなんかバトルみたいな感じなのかなと思っていたので、結構途中からなんかサスペンスでしたね。まあ割とその辺がね、まあ賛否両論あるみたいなんですけど、個人的には結構ありかなって気はしますね。まあ大絶賛というほどではないんですけども、まああのあとその次見たね、キム・ナムギルさんね、悪の心を読む者たちっていうのを見ましたけれどもね、これはね2020年度作品、今年の作品ですから、ね、でこれもね実際にあった複数のねこう凶悪事件、連続殺人とかそういうのをモチーフにしたもうこれ実話系のサスペンスなんで、まあかなりその実にリアルで緊張感がありますね。なんかのもうドキュメンタリーをね見てるような感じもありますかね、これもまあまあ良かったですね。それから次ね見たのが、まあ、ゴーストドクター、これもね新しい作2020年度作品なんですけど、ですからまあまあメジャー配信はまだちょっと先なんでそんなんばっかり紹介してどないするの。でゴーストドクターっていうのは、まあ、よくあるこう憑依系ですね、乗り移るやつですね。であの、まあ、交通事故にあってこう生死をさまっている天才外科医がいはるんですけど、でその人がね知識はあるんだけどもこう技術が全く伴わないというか、もう手術できひん人ね、その意思にこう乗り移ってテンテンテンっていうこうやつなんですかね。まあまあその時点で設定からも面白いに決まってますよね。安定の、面白さです、まあ、この作品もまたいずれメジャーどころの配信あるでしょうしね、まあまあまあいずれ見る、次に見るというかいずれ見るリストにお入れくださいね。で最新作ちゅうたらあのあれや、伊集院さんのね「アゲインマイライフ」ね、これ相当面白いらしいですね。最終話が終わったところなのかな、まあ、これもねいずれ見るとは思いますが、かなりねかなり期待してますね。伊集院さん大好きですしね。
ほんで、まあ最後にね、今見始めた作品なんですけども、まあ最新作ではなくて2014年作品なのかな。あの有名なね、運命のように君を愛しているちょうね、まあこの作品なの。これはね、なんで今まで見てなかったんと言われても仕方ないほど有名で評価が高い作品ですね。で、うちのまあ学習塾の塾生のね、お母さんがね、これ大好きだっていう話で、5回以上見てもう毎回泣いてるみたいな話をね、つい先聞いたんですけど、それで、どんなんやね。いやいや、この作品なかなか面白そうですね。楽しみにしてます。というかもう見始めたんですけどもね、まあいずれね、私のこのランキングベスト30なんかに入ってくるんでしょうかね。あ、これがね、その30位までのランキング1位、ペントハウス、なんかレンタル始まりましたよね。うん、はい、ということでね、まあ今日はこんなところでしょうかね。はい、今後また見たい作品ね、いっぱい出てくると思うんですけど、またまたおいおいね、紹介させていただきたいと思います。もう本当にね、もうカンドラ見始めてもうきりないですね。もうでもでもやめられませんね。はいはい、ではね、またまたお会いしましょう。それではさよなら、さよなら。Yeah.